いいですか、三日月ゲームの経験か、はい、教えてください。あ、この距離蹴らないのは無理だ。あ、全然届いてない。無理無理。さっき先生、このぐらいで来たの。絶対届かない。よーこつまだったよ。こつまに俺行くか。あ、思わないです想像以上なんですけど、行く。今俺蹴ってるやん。全部爪先で当たってんの。だからか。いや違う、これ回さないと。え、三日月蹴りじゃない。三日月蹴りじゃない。これをさ、でも中足だよ。なんかちょっとさ、ちょっと甘えてない。普通さ、お腹でもらうとか。わあ、ほかね。ちょっと甘え。ええ加減にしろ。お前今の蹴り見て無理やろ。数字欲しいってました。数字は欲しい。いらないですか。いや、マジでこれやばいぞ。今はちょっとこれと、はい、これと、はい、これ距離がね、遠いから。遠いね。三日月切りってこの距離でこう蹴っちゃうから多分当たるんでしょうね。肘だってこの距離で肘前出してるやつあんまいないっすよ。後ろっすよ。でもこうしたら多分早くパンチャーしたいからこう構えてるでしょ。だからぬるっとこう、いた、肘蹴った、いった、肘じゃない、肘で、しかも爪の先上段回しと、三日月を組み合わせたコンビネーションっていうか、こう当てやすくする事前にこれしてる。それで言うと、上段がちょっと入りづらいかなっていう人には、三日月を攻めるコンビネーション。で、三日月から上段っていうのはなかなか難しい。前足でこう蹴った時にこう反応を見て、その手が例えば下がったりした時に、あ、こういう人だったらちょっと入りやすいなと思って、ちょっと蹴っとくと、それなりのリアクションしてくる。あ、肘が上げたなとか、ここでこっちも上げてくる。コンビネーションとかではなくて、その時のこう流れの中で作り出す。つなぎというよりは相手を見ながら相手を見ながら、はあ、出したものに対して返ってきたもので判断する。はいはい。基本はでもやっぱりほぼ、前足のまま蹴るということが多い。だからその場合はこうなるべくこう無駄なものを省いてって、イメージで言うと例えば胸までプールに入ってて、はい、腕だけ出してで一切の幅を立てずにそのまま蹴るという。めちゃくちゃ今分かりやすい。めちゃくちゃ分かります。こっち行きたいときってどうしてもここに例えば杭が立ってるとつかみたいで、はい、このイメージでこっちを置いてあげてみて、ああ、それと同じようにここに杭が立ってれば蹴りやすい。だからこっちをちょっと固定してあげて。なるほど、イメージをここに持って蹴るんですね。この体の中でそういう状況を作り上げて。よし、すげえ、なんか今なんだろう、いけそう、三日月蹴りそうだな。ちょっと一回蹴らしてもらっていいですか。お願いします。上がろう、すいません。結構細い。ガチっちゃガチいくんで、ガチしっとりゆっくりやる。ちょっと肘後ろやったらやってない。全然普通よ。ゆっくりやる。ゆっくりやったら蹴れないっす。ゆっくりやる。ほら、ガマ蹴った。ほらほら、身挟んだ。身挟んだ。いや、でもちょっと、おお、あとイメージなんですけども、ちょっと重めのこうベンチャーサンダルみたいなのを遠くにこうまっすぐ飛ばせるんで、わー、先端に重みを乗せて、近いけどね、これ近い、全然近いんですよ、ね、ちょっと近い。おっす、もったいないですよ。だから近いと相手は準備しちゃう。おっす、準備しない、あ、ここだったら届かないだろうなってとこから一瞬で。おっす、いいね。あ、忘れちゃった。先生、いいですか？蹴り終わったと思っても、もう前に行きます。ちょ、生身無理やねん。ちょっと、いいですか？うわー、いや、はい、すごっ。すごすぎるわ。今日ね、多分僕らすごって200回ぐらい言いますから。すごい、一撃で倒される理由分かるわ、はい、これは。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いや、めちゃくちゃすごいよ。いやちょっとね、スピード感がで、今から組み手しはるんですよね。はい。あなるほど。いや、怖いわ。いや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 、本当に
めちゃくちゃ勉強になりました。膝の出方が全然ちゃうんだなと。違いますね。ここに棒棒があると思って蹴るような意識するときっていう、その発想がない、体がなんかグッと収まりますよね。そうそうそう、崩れないように体の使い方で全然変わります。力っていうのは限界あるけども、体を使った力っていうのは限界はないと思ってる。それを瞬間的にこうまとめて点で相手に伝えてあげる。いや本当にね、僕めちゃくちゃ今日は嬉しい回でした。はい、先生のチャンネルの方も概要欄に載せてますので、ぜひそちらも見てください。はい、はい、じゃあ今日は終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。薬生図はレクチャーされてます。それで力が入らない。おっす、おっす、あっ、あ、そうか、その逆正座のこの体勢が抱え込みの、そうですよ、ここなんですね。やってください。いや絶対無理、これだけそんな日は。今体が抜けちゃってる。こう抜けちゃダメなんですね。抜けないんです。それでうわっ、そらけねえわけやで、ね、俺がなるほど、これが大事なのか。開脚じゃなくて、痛いとどうしても先端に力が入っちゃう。先端に力が入るとスピードって乗らなくなる。ここで力を抜いてあげる。だからそんなに曲げなくてもいいぐらいで、一旦じゃ伸ばしちゃっても足首を相手も一緒かな。よりきついっす。よりきつい。上段回し蹴るときもそうか、抱え込みやもんな。高く蹴る必要はないと思ってて、それは分かってたけど、ここのこれがそんなに重要だという意識はなかった。随分こう蹴るのかなと思った。例えばこの抵抗も下段の抵抗になるって言います。あの抵抗をそのまま利用してドンとこう、この重みを加えてあげます。抵抗がで、そのままこっちに。すごい、めっちゃ見たわ俺。この上段もそうなんですけど、よりこう内側に入った方がそこまで一気に来る。パフォーマーで軸足があって、はい、その延長だと、その間に軸足を入れて、そこからこう動く。当たるわ、やば。膝ですか？上段膝。え、こう行くんですか？へぇー。そう。で、顎の高さまで行ったら、ここから削るように動いてる。さっきの逆正座が効くんだよ。今の方って結構飛びます。押す。だから飛ぶっていうのが、今のスタイルが変わったら動きの中でこう飛ぶ方がいいと思うんですけど、どんなのもプレッシャーが出すんで、はい、飛ぶと飛ばされちゃうのか。もう指先一本残ってもいいから足をつけていこうっていう感覚で蹴るって言います。そうなると、こう打ち合いの中からこう。それこれ、これめっちゃ見てた。これそうや、内側はここに、こうだから、あれですね、ローはもう蹴っていてなくて、蹴らなくてもこう振り上げてましたよね。そうや、いきなりこう、こうやってったら振るのが分かるんで、はい、ローを入れておいて、この形です。はぁー。うわ、俺、使いてぇ。テレビで見てたやつや。ちょっと今日の夜練習でやってみよう。すごぁ。で、よりこう、動く人がいたら、それに感じてほしいです。おぉ。で、そのままた鎖骨痛いって言ってます。そうやね、すごいな、実践衰えてすごいっすね。キレがね、すごい、キレがすごいわ。練習せなあかんすよ、ほんまに。あの今の選手やらなきゃいけないこといっぱいあるんで、その分こういろんなことできなきゃいけないんです。自分らのことはそんなにあのやらなきゃいけないことなかった。例えば、あのじゃんけんで言うのは、ね、要はあのパーに勝てないと努力もしないけど、より強いのでパーを下げる、苦労すれば、ある程度の結果のことです。今は本当にチョキです。鉄砲ですよ。いろんなことできなきゃいけないので、その分大変だと思います。すげえ。いや、本当感動します。じゃあ、サイン書いてもらって。いや、サインは書いてもらって。DVD を意識します。